はい、皆さんね、あの前回も、お話したと思いますけども、この道を開くっていうね、この本ね、僕がずっと10代からずっと助けられた本で、この本でどれだけ、青春時代10代20代、救われたかね、ぜひ興味ある方はもう本当小さい方から10代から20代30代40代50代60代70代ね、いまだにベストセラーということです。今日はですね、この中から、縁あってという、ページがあるんですが、その縁あってっていうのをテーマにちょっとお話をしてみたいと思います。まあ縁ってね、袖振り合うのも多少の縁なんてね、道端でね、ちょっとこう袖が触れ合うのもそれは偶然じゃないんだよという、まあそのね、縁というのはいろいろいい縁もあれば、まあ、そうでない縁もあるし、いろいろそのご縁というのはね、意味深いものだと思うんですよね。僕はですね、まあいろいろ縁が多い人なんですけども、特にですね印象深かったのが、僕がちょうどアラン・シャペルさんでね修行した最後のちょうど27歳から始めて28歳1年でね、アラン・シャペルさんの修行を得て、まあそれで、まあアラン・シャペルさんはね当時厨房のダ・ヴィンチって言われて、神に最も近い料理人だということで、何が何でも、まあ、3年待ってね、働けたんですけど、ちょうど3ヶ月過ぎていた時に一言だけシャペルさんから、まあもうその頃は僕ね、フランス中回って三つ星で、ね、お給料もたくさんもらってたし、まあ自信満々でアラン・シャペルさんにね行ったんですけど、ちょうど3ヶ月目かな、セパラフィネって一瞬言われて、で宣伝されてないという意味なんですけど、急にもう言われて一言だけね、それから1年間もう修道院に通って、朝早く出勤して朝遅く修道院に帰って、何時だったかな、4畳半ぐらいかな、修道院、まあ、みんなシャペルさんのスタッフはシェフ以外はその修道院に暮らして、その家賃で修道院さんにこう寄付するみたいな、そういう生活だったんですけど、でそれからもう1年間一言もシャペルさんに言葉かけられず、で後にジュイスっていうね、もう同期入社なんですけど、彼が後にアラン・シャペルさんのシェフになるんですけど、彼は三國、まあまあ3ヶ月目でそういうね言葉かけられて、俺なんて7年いてようやくこういうわけやれたんだろうな、なんかもうそういう、まあそういう方々、そういう人でね、でまあ朝早く出勤するんですけどね、誰よりも早く、まあそれぐらいしかこうねこうできなかったので、でちょうどアラン・シャペルさんオーベルジュっていう宿泊設備を持ってましたんで、本当に着替え室からキッチンに入るの3メートルぐらいかなしか外見えないんですけど、僕も急いでその外を出た瞬間にちょうどお客様が、タクシーを呼んで帰ろうとしてたんですね。で黒い大きいハットをかぶってね、ちょうど僕がパッと見たら、ちょうど腰を落として乗り込もうとした瞬間にパッとその方が僕の方を見てツタツタってこう寄っていただいて、日本人かいって言われて、ではいそうです、でスッとその彼が僕に名刺を渡して、まあ君日本に帰ってきたら訪ねておいでって言われたのが、なんと、奈良の東大寺の北川原さん、北川原館長さんだったんですね。で僕も
まあさすがにあの奈良の東大寺館長って書いてましたから、まあええー、と思って、まあまああのそれはちょっと朝だったんでスッとしまったよ、じゃあもう帰ったりしますって言って、まあそのままお別れをして、一度そのセパラフィネって言われて、まあその後声もかけられず、まあこう自問自答するわけですよね。宣伝されてない、どういうことなんだって、まさかシャペルさんに聞けないし、まあそのまま混沌として、まあいろいろなことがあって、まあちょうど僕も28歳になって、あもうこれ以上は、まあ、フランスを追っかけても、まあ、無理だっていう、まあ挫折に似たようなことで、パッと1年で、もう全部清算して日本に帰ってくるんですけど、本当にあのその時にもう日本に帰ってすぐその足で奈良まで、あのまあなんか館長さんに、まあ、会いたいと思いましてね、まあ、あの大仏さんも見たこともないし、でそのまますぐ奈良に行ったんですね。でそしたら、北原さん訪ねて行ったら覚えててくれて、ああよく来たよく来たって、まあ、そのあ僕はあの、ね、お坊さんの格好してるのかなと思ったらスーツで大概あのその後こうご縁があって、ずっとあの僕の結婚式にもわざわざ来ていただいてね、あのその時は一番正式なあの紫のねあの衣装を着て、その紫の衣装っていうのはもう正式な時に以外は着ないらしいんですけど、まあそういうご縁ができて、であの初めて行った時にもうそのままスーツ姿で、じゃあちょっとあの着なさいって言われて後ついて行ったら、あの大仏さんのところに行くんですよ。でまあね、皆さん大体下でこうね、あのお参りするじゃないですか。でトントントン、そのままスーツで階段を上がって、1階2階3階ぐらいかな、ぐるっと回って上に行くと、ちょうど大仏さんのこの手のひらのちょうど真下にあの着くんですね。でそこにあの行って、もうおもむろにですね、こんなでかいあのね音が鳴るやつあるじゃないですか、こんなでかい棒で、館長さんがガーンって叩くんですよ。すごい音でガーン。で下を見たらですね、やっぱり皆さんパッとその鐘が鳴るとですね、みんなねもうピタッとこう止まって、こうめったにあのそりゃそうですよね、本当僕も驚いて、まあその北川原さんっていうのはあの東大寺の中でお生まれになって、まあその後ね、あのご病気で亡くなるんですけど、僕も お見舞いに行ったら東大寺の中にお墓があるんですよね。その時にですね、あの館長さんからあの言われたのが、三國君、あのこのね、あの大仏さん見てごらんなさい、ね、いつもニコ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 してるだろ、本当にこうニコニコしてるんですね。でね、右にあの2つ、左に2つ、そのね、あの四天王がこう並んでおこない顔してるんですよ。で館長さんが、三國君ね、なんであんなおこない顔してるか分かるかい？分かりません、あれはね、あの悪いやつだから、大仏さんを守ってるんだよ、で守られてるからいつも大仏さんがニコニコできるんだよっていうので、ああそうなんですかみたいな、その時はあんまりあの、ね、深い意味はあの分からなかったんですけど、まあそれからですね、まあたびたび何度かな、もう訪ねていくたびにじゃあ行こうっつって必ず大仏さんのところに行って、3度ぐらいあったかな、同じようなあのことがあって、でそれからあのまあ三國君は東京から来るし、僕は奈良だから京都で今度会おうと、で、あそうですか、で京都で、お会いして、でその時に初めて連れて行かれたのが、南禅寺にあるあのもう400年
超えてる、氷亭さんに連れて行かれて、でそこがたびたびもうそうねもう7、8回一緒に行ったかな、その都度その都度もう場所はもう氷亭さんに決まってて、で初めて氷亭さんに連れて行っていただいて、その時に初めて14代目の今の当主の高橋さんに紹介されて、で初めての食事の時にね、まあ有名な話というか、氷亭卵ってなりまして、それは400年前からその半熟卵なんですけど、それが名物で、で、まあ、最初、まあ、コースがわーっとメニューが書いてましてね、で僕もマシ系のちっちゃい頃鶏を飼ってましてね、で卵を取ってこうつつかれて、でゆで卵を結構ゆで卵っていうのは腹持ちがいいので、ゆでて卵を塩かけて食べてたんですけど、こう一番最初にその当時ですね、こういう卵をポーンと切ってポンコーンと2つあって、どう見てもゆで卵なんですよ、半熟のね。いやこれ1個食べたらこう後のコース食えないと思って、油断をして、あゆで卵だからっつって半個しか食べなかったです。で館長さんの見たらペロッともなくて、館長さんもね人が悪くて、その時説明してくれればいいのに残しちゃって、でまあその後、ホテルまでお送りした時に、まあ館長さんあんまりこうああだこうだっていうことはなんていうのかな、こうなくて、三國君君と僕のお皿全部違ったの分かったかいっつって、そうなんですかみたいな。後にですね、僕は館長さんからちょっと東京に行くので一緒にちょっと付き合ってくれないかって言われて、はいって言って一緒に行ったら、ちょうど東京吉兆さんに行くんですよ。で吉兆さんに行って、と思ったら、まあ初代の吉兆さんのおじいちゃんが出てきて、でそしたら並んでね、毎年お茶会をするらしいんですけど、そのお茶、まあ、国宝級ですよね、みんなね。それをその館長さんが借りに行ってたんですよ、吉兆さんのおじいちゃんにね、その初代に。で、まあ、そのやり取りをこう見て聞いて、まあ、館長さんもすごければ、まあ、その吉兆のね、その初代のおじい、まあ、その頃 もうおじいちゃんでしたけど、吉兆さんぐらいになると、で館長さんにがこうお願いして、そういうねお茶碗借りるんだなみたいな、そう、まあ、非常に何て言うか、こういう世界もあるんだなみたいな、があって、まあそういうご縁で、で館長さんから、まあ、君もそのうちお店をやるんだろうから、こういう氷亭さんのね おもてなしということをよく、まあ、それも日本のこういうおもてなしっていうのはよく理解して、そしてお店をやりなさいということを教えられましてね、ああそうなんですかみたいな。まあそれから氷亭の高橋さんに、まあとお付き合いが始まって、でそしたら今度氷亭の高橋さんがちょうど同じぐらいのちょっと先輩なんですけど、菊の井の村田君っていう子がいるから紹介するよって言って、氷亭の高橋さんから菊の井の村田さんを紹介されて、まあ、それからまあね、今までいろいろご縁で仲良くさせて、で僕も京都にはお店が祇園三国っていうのがあるんですけどね、まあ、なかなかやっぱりこう京都でお店出すっていうのはなかなか我々なかなかね新参者はあれなので、で十数年通ってからかな、その今度菊の井村さんから「三国君どうだい、そろそろお店京都でやったら」って「いやそんな」って。いやいやいや、もう大丈夫だからって菊の井の村さんから紹介されて、今の
祇園三国ってあるんですけどね、そこをオープンしたりとか、まあそういうご縁で、でその後、その館長さんがねお病気になられて、で僕も お見舞いに行ったんですね、奈良にあのお見舞いに行ったりとかしてたら、あのそれから数ヶ月経ってですね、ひょっと四ツ谷に来られたんですよ、館長さんが。で、館長さん、あの大丈夫なんですか、もういやいや、ちょっと病院から抜け出してきたんだって言われて、そうなんですか、いや、あの、いやいや、ちょっとあの君のことが気になって、一言だけあの君に伝えたいことがあったんだと。あ、そうなんですか、あのこれからね、いろいろ君もあの長い人生あるだろうけど、もう君の場合はもう一言、語らず歩みなさいと、語らず歩みなさいっていう言われて、まあまあ大体ね、僕もこう口が多い方だしまあ未だにそうですけどね、館長さんから、注意を受けて、ね、あの言葉っていうのはあのね、あのいい時と悪い時があって、でまあその語らず歩みなさいということを一言言いたかったんだということで、お帰りになって、それから1ヶ月もしなかったかな、からあのお亡くなりになってね、今でもすごくあのその言葉をわざわざ言いにその来ていただいたんだなというのを、あのなかなか自分のこう戒めとしてね、あの戒めとしてその語らず歩むっていうのを努力してるんですけど、なかなか未だになかなか実行に移せなくて、まあいかんなと、まあ、あのこれからやっぱちゃんと、館長さんの言われたお言葉をあの噛みしめて、これから、ね、70代を迎えて、まあいつまであの生きれるか分かりませんけど、まあ、まあ頑張っていきたいなという思いで、やっぱりその、ね、人のそういうご縁っていうのがね、本当に人と人の結びつきと、あのやっぱり自分の人生の一つの、まあ、肥やしというか、そういう、ね、大事な戒めになるので、なかなか実行できないんですけどね、まあ皆様はね、あの、まあ、そういう大切な言葉なり、そういうね、いろいろ あると思うんですけども、皆様もね、一緒になるだけなかなかね、まあ、精神的にもう僕の最大の利点と欠点は、人に厳しく自分に甘いっていう、本当になかなかここからあの脱皮できなくて、いつも悩んでおります。ぜひ、皆様もあの何かね、そういうご縁を、大切にして、もし何かそういう、エピソードがありましたら、ぜひ、送ってください、ね、今日はちょっと、真面目な話しちゃいましたけど、それではまた会いましょう。バイバイ。ゆうです。